どうもこんにちは、 GT Max ガジェットの豊かです。本日は簡単にいい音が作れるプラグインが安くなっていたので、そちらのね紹介をしてみたいと思います。 GT Max、 今これ見ていただいているアイゾトープという会社の VEA というプラグインがあるんですけど、これ普段ね6000円ちょっとぐらい売ってるところが今ねセールになってまして、 67% オフのね1600円ちょっとぐらいで買えるんですよね。これ海外のサイトなんで為替の変動なんかはあると思うんですけど、8月16日現在では1600円で購入することができます。でこれ何かっていうと、音声を判断して適切な処理をするみたいなねソフトなんですよね。前から気になってたんですけど、安くなってたんで一回トライアル版で試してみて使ってみたらかなり良かったんで、今回ね購入したんですよね。でそれの紹介ですね。ちょっと聞いてもらいたいんですけども、音量上がった状態でのこの前上げたイヤーファンエアプロ4のオープニングの音ですね。どうもこんにちは、 GT Max ガジェット部豊です。今回紹介するのはこちら、イヤーファンの新製品イヤーファンエアプロ4を紹介します。このようにすごいノイズ多いんですよ。これね、僕も悪かったんですけど、暑すぎてクーラー強めにかけたらね、それがマイクに入っちゃってて、しかもね、僕が今使ってるワイヤレスってケースの蓋閉じないとステレオで入力できるようになっちゃってて、自分のところじゃなくてケースに入ってるやつがそのクーラーの音を思いっきり拾ってたんで、こういうむごい音になっちゃったんですよね。これで最初ね、いろいろなソフトを使って直してたんですけど、なんかいまいち良くなくて、それもあったんで今回ね、これ試してみたんですよね。さっきの頭のノイズ。どうもこんにちは、 GT Max ガジェット部豊です。今回紹介するのはこちら、まあこういう感じなんですけど、ちょっとオンにしてみましょうね。かなりノイズひどいんで、各パラメータ結構強めに上げてます。試してみましょう。どうもこんにちは、 GT Max ガジェット部豊です。今回紹介するのはこちら、イヤーファンの新製品イヤーファンエアプロ4を紹介します。かなりノイズ減ったの分かりますよね、オフにすると。どうもこんにちは、 GT Max ガジェット部豊です。ノイズと声がほとんど同じぐらいの音なんですけど、 VA を強めにかけることによって。どうもこんにちは、 GT Max ガジェット部豊です。かなりノイズが抑制されてるって分かりますね。でさらにこれにクラリティ VX とか似たようなソフトかけると。どうもこんにちは、 GT Max ガジェット部豊です。今回紹介するのはこちら、イヤーファンの新製品イヤーファンエアプロ4を紹介します。まあほとんどノイズなくなるんですよね。でこの VA のノイズリダクション何がいいかっていうと、ノイズだけに反応して声にあんまりね干渉しないんですよね。似たようなソフトで Waves のクラリティ VX っていうのがあるんですけど、これねやっぱ強くかけると声にも干渉し始めるんですけど、アイゾトープの VEA のクリーンでノイズを取ると、あれ全然干渉しねえなってぐらい綺麗に取れるんですよ。これやろうと思ったら結構ね、普通のソフトだと大変なことになるんで、それをこうつまみ一つでできるっていうのはすごい便利だなと思ったんでね、今回ね紹介してみました。それではね、VEA のセットアップの仕方を見ていきましょう。VA 立ち上げると、最初にこれ、Play Audio to Get Started って書いてるんで、まず、ノイズを消したいところから再生します。どうもこんにちは、GT Max ガジェット部豊かです。今回紹介するのはこちら、イヤーファンの新製品、イヤーファン、エアプロ4を紹介します。そうするとね、こうやって AI が判断して設定するんですけど、今回これあんまり良くなかったんで、この設定やめて、ちょっと強めにして、やるとノイズ少なめになるんですよね。どうもこんにちは、 GT Max ガジェット部豊かです。今回紹介これかなり便利ですよね。クラリティ VX の時も相当すごいなと思って見てたんですけど、今回の VEA もね、それこそ今回1600円で買えるのにここまで効果あるんで、すごく便利だなと思いますね。で各パラメーターなんですけど、このクリーンっていうのがまずノイズを消すパラメーターですね。今回ノイズ多めなんでかなり振り切っちゃってますけど、半分ぐらいでも結構ね効くんで大丈夫だと思いますね。今回かなり特殊な例ですね。で、次のね、この真ん中のシェイプっていうのが EQ とか、そういった、まあ、エンハンサーとか、音を洗練させるためのつまみだと思ってください。最後はこちらのブーストで、これはね、音の存在感を高めるためのつまみなんですけど、コンプレッサーとか、リミッターとかっていうのは、扱い慣れてない人の方が多いんですけど、これあれば大丈夫です。もうこれを上げるだけで、それと同等の効果得られるんで、すごい便利なプラグインなんですよね。どこにあるのかよく分かってないんですけどね、オーディオレンズっていうのがついていまして、
それを見ながらこうシェイプで設定するっていうのができるんですよね。オーディオレンズっていうのがね、この僕オゾーンのここのトータルバランスっていうのが同じ機能なんですけど、これがね、要は今 EDM に設定してるんですけど、 EDM だとこんな感じの EQ にしてればいいとか、ジャズだったらこういう感じとか、ポップスだったらこういう感じの EQ をすると聞きやすくなりますよみたいな感じのやつが、あのこれだけの機能がオーディオレンズっていうのでね、あるんですよね。ちょっと試してみると、こちらイヤーフォンの新製品、まあ、ちょっと低音がねでかくなってますよね。イヤープロ4を紹介します。今回紹介するこちらのイヤホンはイヤーファンのエアプロシリーズの第4弾となっています。イヤーファンはね、出すたびにクオリティが上がってるんで、こちらのエアプロ4もね楽しみですね。早速開封してみましょう。あんま変わってねえよな、傷が。イヤーファンのエアプロ4を開封してみましょう。蓋を開けるとこんな感じで入ってますね。まずこちらに、まあこういう感じでね、見ながら設定できるんでかなり便利ですね。で、今のやつを買うとしたら、このプラグインブティックっていう海外のサイトで買うのがおすすめで、ここで買うと何がいいかっていうと、この VEA っていうのと一緒におまけでソフチューブの VCA コンプレッサーかイマジナンドっていう会社のテープディレイのプラグインがもらえるんですよね。もともとソフチューブの VCA は持ってたんで、今回買った時はこっちのねテープディレイもらったんですけど、このソフチューブのねコンプレッサー持ってない人は、これも結構いいプラグインなんで、このソフチューブのコンプレッサーがおすすめですね。で、こういったおまけはね、ここのプラグインブティックしかないんで、買うんだったらね、こちらで購入してみてくださいと。アイゾトープ絡みのお得な情報としては、今ね、期間限定でこのニュートロン4エレメンツっていうのが無料になってますね。これがね、一応チャンネルストリップってことになってるんですけど、コンプレッサーと EQ がついてるような形で、各楽器の最適なエフェクトのかかり具合をプリセットで選ぶとか、あとまあさっきのね AI で調べてみるとかっていうのができるソフトなんですよね。便利なんでね、1個あるといいと思いますね。 VEA を紹介した時にオーディオレンズっていうのを紹介したんですけど、これも無料でもらいます。オゾーンのスタンダードとかね、アドバンス持ってる人には必要ないんですけど、何もない状態でどういうミックスしたらいいのかって分かんない場合、これもね参考にするといいんじゃないかなと思うんで、ダウンロードしてみてはいかがでしょうか。 VEA だとあんまり細かいEQ とかかけらんないんで、アイゾトープオゾン EQ というのを使ってより細かく設定するっていうのもできるんで、これもね無料なんで、気になる方はねダウンロードしてみてください。個人的にはやっぱり、ね、このニュートロン4はねあると便利なんでおすすめですね。アイゾトープの VEA について話しました。この VEA はね、動画の編集の時に簡単に音声の編集ができたりとか、あと配信の時でもかなり便利に使えると思うので、安くなってる今ね、購入するといいと思いますね。ちょっと注意点としては、配信ソフトで有名な OBS っていうのは VST3 っていう規格には対応してないので、Waves っていう会社のスタジオラックっていう、このプラグインを使う必要があるんですよね。これ使うと OBS でもいろんなプラグインが使えるようになるんで、配信なんかやってる人はこれあると便利なんじゃないかと思うんでおすすめですね。またね、この VEA のいいところっていうのは、一つのソフトでいろんな編集ができるんで、 CPU の使用率っていうのを減らせるっていうのがいいですね。一つ一つのものをバラバラでやろうとすると、アイゾトープでも最低3つは使うことになるんで、それが一つにまとまってるっていうのはすごく便利なんじゃないかなと思うんでおすすめですね。これよりももっといいソフトとか持ってるんですけど、手軽さってこと考えるとこれすごい便利だなと思うんで、これからこれ使ってみようかなと思ってますね。とってもおすすめです。以上です。今回の動画が参考になれば幸いです。今回の動画を良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。